マウンド上の坂本雄也1球目。初球から振ってきました。近本の当たりは右中間の浅いフライです。オースティン、そして桑原回り込んでいる。桑原が掴んでいます。初球を打った近本のフライはセンターフライ。先頭バッターを打ち取ってワンアウトです。今シーズンのマウンド上に上がっています坂本雄也は10試合投げて3勝2敗、防御率は 4.20 です。こう楽になりましたね、はあ、やっぱり入れるとこと抜くところみたいなのが、アウトロー初球で見逃し三振。今のボールいかがですか。素晴らしいですよね。特にあの下半身主導のフォームになったらですね、このスライダーがこれまで指にかからなかったものがフルカウントです。ツーアウトランナーはありません。見逃し三振。上々の立ち上がり坂本雄也です。3番サンズは2者連続三振でした。この回の先頭バッターは4番の大山、ショートゴロ。森から一塁へ。まず先頭バッターしっかりと打ち取りました。マウンド上の坂本雄也です。攻めなんて言ってたらそのインコースをホームランにする、はい、そういうさばき方を覚えたという感じでした、はい、高めのストレートにバットが回って空振り三振、ツーアウトです。今のような球が変化球だけではなくてストレートにも手応えを感じています。アウトコース打たせました。バットの先、ショートゴロ、森掴んだ。この回も三者凡退、1回2回と三者凡退、0点に。セカンド柴田がボールを掴んでいます。先頭バッターを打ち取りました。あのエキシビジョンマッチは7月の27日か、そういう技術的にもワンランク上に上がったってことですよ。打たせました。チェンジアップです。セカンドゴロ、追い込んでから梅のセカンドゴロ、ツーアウト。まだ放っています。空振り三振、3イニング続けて三者凡退。まだ追い込んで、引っ張ったサードゴロ、二塁へ、一塁へ、ダブルプレイ。セカンドランナーは三塁へ。これでノーアウトランナー二塁一塁からツーアウトランナー三塁です。まさにカウントを取ったんで何人でもいけるんですよね、うん、これね。ストレートを続けましたが打ち上げました、ライトフライです。ノーアウトランナー二塁一塁のピンチ、白いバッテンパスピッチャーの坂本雄也、セカンドゴロを打って進塁打打ちましたよね。三塁線に転がした、宮崎掴んで一塁へ、足の速い中野ですが際どいタイミングのアウト、ランナーは三塁に。ここでリクエストです。タイガース同点です。空振り三振、ツーアウト。最後はチェンジアップ、2対2の同点です。ファーストもセカンドも行く、セカンド柴田フェアゾーンでボールを掴んでいます。セカンドフェアフライ、スリーアウトですが、全体的なこうパワーアップが必要ですよね。ノーアウト二塁というバッターボックスの糸原はショートゴロ、ランナーは進めません。森から一塁へ送りました。外のボールを掴んでいます。ワンアウト、タイガースファンのメガホンの音が響いている東京ドーム。これもバットの先打たせてサードゴロ、ランナーは進めない。一塁に送ってツーアウト。タイミングは合ってないんでね。ショートゴロ、森深い力、一塁へ、ノーアウトランナー二塁、白井坂本、6回の待っています。ランナーはスタートを切っていましたがセンター突っ込んでくる、桑原つかんだ、スーパー桑原のファインプレー。ロハスジュニアのセンターへのライナー性の当たり、桑原突っ込んで掴みました。
槙原さん、この当たり、いや大きいですよ、場面的にも、はい、出た場面が非常に大きいです。これもし後ろに反らして、はい、ね、二三塁とかの形になりそうな場面でもあるわけですから、エスコバも本当にこうなんか弱気になってしまうような局面だったと思うんですよ。本人のウィニングショットとすればスライダーがありますが、高めストレート、空振り三振、ファールチップ、キャッチャー掴んでいる。代打原口、三球三振。1、2塁間はファーストゴロ、掴んだ、そしてベースを踏んだ。エスコバ1点は取られましたが踏ん張りました。すると、はい、しっかり打たれてましたんで、ストレート空振り三振。東京ドームに山崎康明のおやーという声が響いた後のストレートでした。やっぱり 2,3 種類になっちゃうんですよね、ただ今日のゲームはここで1球目にスライダーで入ってくるので、変化を見せている山崎康明がストレート見逃し三振。糸原に2つシームですね。サードラ宮崎から山崎康明、見事に悔しさを晴らすマウンドになりました。いい当たり、ライト下がる、取った、この間が入っている岸本大志、いいプレーが出ました。頭の上越えてもおかしくない当たりでしたが、軽くジャンプしてフェンスにぶつかるようにして掴んだ。これは大きなプレーが出ました、岸本は、ね、先ほどの桑原といい、これ今のといいね、はい、もう抜けちゃったら、これもう同点覚悟というプレーですよ、これですね、うん。あ、ロハスは左打席ですから、この後のツーアウトの取り方、糸井の打球は打ち上げた、センターフライ、桑原つかんでツーアウト。ツーアウトランナー二塁です。5対4、坂本の勝ちつくか、抑える上島、追い込んでいます。ツーボールツーストライク、ショートゴロ、森一塁へアウト、スリーアウト、5対4、ベイスターズ勝って後半戦初勝利、連敗を3で止めました。踏ん張る、ついてくる、食らいついてくる首位タイガースに勝ちました。タイガースもベイスターズに離されない、粘りながらじわりじわりと詰めてきましたが、最後1点差、三島が締めました。